薩摩切子の霊種グラス、薩摩切子は、薩摩藩が幕末から明治諸島にかけて生産した、ガラス細工、カットグラスである。薩摩ガラス、薩摩ビードロとも呼ばれた。現在は復刻生産されている。長崎島から伝来した外国のガラス製造書物を、元に、江戸のガラス職人を招くなどして、第10代薩摩藩主、島津成沖によって始められ、11代藩主、 島津成ズ・が修正館事業の一環とした。安政5年、オランダのイシポンペフォン・メールデル・フォールトが鹿児島を訪れてガラス工場を見学したが、100人以上がそこで働いていたと記している。大変に先進的な品で、成リもこれを愛好し、大名への贈り物に用いられたり厚姫の嫁入りの品ともなったが、ナリの死後は修正館事業の縮小や、 撮影前掃除にイギリス艦艇による修正艦砲撃で被害を受け、幕末維新から西南戦争へ至る動乱もあってその技術は明治諸島で途絶えている。その職人や技術は東京のガラスや大阪へと渡っている。一方、万、ま、円元年以降、薩摩と交流のあったガラス氏が萩で制作した可能性のあるものや、明治5年から明治10年にかけて、 一気四郎の怪物者で制作されたと類推される作品もあり、これらも薩摩切子と称されることが多い。ただし、薩摩切子は単に薩摩国で作られた切子というより、薩摩藩によって作られた格別の切子という意味合いが強く、怪物者性のものは薩摩系切子として区別すべきだとする意見もある。当時の薩摩切子は現存するものは大変に少なく、 減損数は200点程度と言われる。そのため貴重で骨董として高価で取引されている。現在のものでも高いもので300万円を超えることがある。まとまったコレクションとしてはサントリー美術館に彫刻家、朝倉文夫木郵造品を中心に40点以上所蔵されている。二千十三年十一月十二日放送分のテレビ東京系バラエティ番組 海運。何でも鑑定団では、薩摩切子の鉢の触れ込みで、鑑定依頼が出され、本物と認定された上で2000万円の価格価値が、証明されている。同時期の江戸切子との違いは、江戸切子が透明、無色なガラスに細工を施したものなのに対し、薩摩切子はより細かい細工や、色かぶせと呼ばれる表面に着色ガラス層をつけた、生地を用いたものが多く、 またホイールを用いた加工の有無が挙げられる。薩摩切子はヨーロッパのカットガラスに版を取り、色かぶせの技法はボヘミアガラスや源流ガラスから学んだもののようであるが、現在に伝わる当時の品には日本的な繊細さが見られる。近年の研究によって無色の薩摩切子という区分が整理され、新たな品も発見されている。 色かぶせの薩摩切子の特徴として特にその色の層の厚さがあり、これに大胆な切子を施すことによって切子面に色のグラデーションが生まれる。これが色かぶせ薩摩の特徴でぼかしと呼ばれるものである。1985年代以後に薩摩切子の復刻が試みられ、各地のガラス工場、職人、研究家等の協力もあって成功した。 1989年、島津家の島津工業監修、直営の薩摩ガラス工芸に対して、鹿児島県で伝統的工芸品認定がなされた。現在は現存する古い薩摩切子を忠実に再現した復元、復刻物や、その特徴を踏まえた新たなデザインや色の製品や創作品も生産、販売されている。更新の育成や展示会、 デザインコンペ等への出品も行われており、また助成金による支援や NHK 大河ドラマ、厚姫のオープニングにも用いられるなど、その認知を広めている。生産地は、鹿児島県。素材となる、色ガラス層の厚いかぶせガラス生地の生産や、切り子加工等までの製作、復刻が前述の薩摩ガラス工芸のほか、薩摩ビードロ工芸等で行われている。 切子の加工は、色ガラス層がグラインダーを目視しにくくするため高度な技能を要する。一部は、江戸切子職人に外注もされている。ここでは、薩摩切子と呼称されている関係品を参考事例として取り上げる。この事例は、鹿児島で生産される切子という歴史や地域性、また地域ブランドとしての薩摩切リや、その復刻品ではない。かつて、 大阪府に存在したガラス食器トンヤの仮名ガラスが1980年代に大阪の切子加工職人らとともに薩摩切子の復刻商品化を試み生産、販売を行った。同社は1990年代半ばに廃業。現在は仮名ガラスの倒産時の在庫や流通品、また販売、製作に関わったトンヤ下請けの切子職人が薩摩切子として あるいは薩摩切子の復刻に関わった経歴を踏まえた商品販売や作家活動、教室を行っている。ありがとうございます。